い、どうも、ケリです。今日もね、ロマサガリユニバースやっていきます。今日はですね、決戦島いきます。はい、ということで、今週の決戦島なんですけど、すべてのバトル、全力オートで走り抜けて、16万の、まあ、48万コンプということで、今ね、気に入って使っているキャラクター、ルーファスをね、今回連れていきました。で、今回もルーファスが見せてくれましたので、それをね、ちょっとご紹介したいと思います。ルーファスが本当に強いということをね、ちょっと僕は、皆さんに知ってほしいなと思います。で、今回ね、ルーファスが活躍したのが、で、あと雷の色ですね、ここですね。で、敵情報を見ますとですね、ラウンド2にチューブウォーム、敵1体なんですよね、これが強敵なんですが、このチューブウォームが一応ね、ダガマイナス35、雷マイナス35でダガね入ります。なので、ここにね、ルーファスの技をねぶつけたいと思います。最初の技ね、ガン&チャージ、こちらがダになるので、これをね、このチューブウォームに、ぶつけると、なんとね、一撃で倒せます。で、これがね、結構すごいことなんですよね。ここをね、ダの攻撃で一撃で倒すキャラクターは他にもいます。例えば、ボストンのね、竜神劣化剣、これも S4 の技で、体術技、ダー属性ですね。これもね、アビリティでパワーチャー2を持ってるので、2ラウンド目にはこの竜神劣化剣使うことができるので、うまくね、はめればこのチューブウォームを一撃で倒すこともできますし、ドリルクラッシャー、これが4発当たれば一撃で倒すこともできます。だけど、ボストンにしろ、バルドにしろ、その一発の一撃は大きいけど、その後がやはり BP がね、足りなくなるので、次のターンは、やはり、低コストの技になってくるっていうのが、ほとんどのキャラクターの、まあ、構成、流れになるんだけど、このルーファスに関しては、やっぱ違うんですよね。このガン&チャージが、オープニング BP10 で全部使い切ったとしても、先進バットを使うと必ず BP が1回復するので、ずっとこの BP10 が回復するというループが続くんですよね。それがすごいんですよ、ルーファスに関しては。ただし、先進バットを使う前に気絶してしまうと BP が1回復しないので、次のガン&チャージにはオート時にはつなげないようになりますが、気絶しない以上はこのループが続くっていうのが強みです。ルーファスは倒されない限りはこの火力がずっと続くっていうのが本当に強いところだと思います。そして、同じようなため攻撃を持っているヒューズなんですけど、ヒューズもこのループの流れをすることができます。ただし、ヒューズの場合はですね、このロックオンコール、ためた後のリーサルトリガーっていう技を使っても BP が1回復しません。ヒューズの場合はですね、新規の呼吸ということで、ターン開始時に確率で BP がプラス1するので、この BP がプラス1すると、また、ルーファスのようなため攻撃を使えるループが発生しますが、このアビリティが発生しないと途切れます。その辺を鑑みると、このルーファスは確定でこのループが使えるので、本当に強いです。はい、じゃあまずはですね、移動ね、上から順番に、バトルを見ていってもらいたいと思います。これはもう収録済みの、動画ですので、特に、まあ、音声は入れませんが、1つ目の移動と2つ目の移動は行動回数6回で16万になっています。最後のね、ダ・雷のところにルーファスを連れて行ったので、ここはちょっとね、解説なりを、載せていきたいと思います。はい、それではね、まあ、バトルを見てください。どうぞ。
はい、ということで、まあ、最後のね、ダ・カミナリいきたいと思いますが、まずはね、バトルを見てください。2ラウンド目のチューブウォームのところに、ルーファスが動くので、そこをね、見てもらったら、どれだけ強いかっていうのがわかります。はい、ということで今回はですね、決戦島は48万スコアなんですけれども、まあ、全て全力オートで行って、まあ、ルーファスがね、今回ダ・カミナリのところでね、チューブウォームにはまったので、まあ、ルーファスの良さをまた今日もご紹介させていただきました。一番上のね、ザンダーの井戸なんかでもルーファス活躍できると思うんだけど、まあ、順番的にね、上からやっていって最後にルーファスを使ったので、今回はダ・カミナリのところでルーファスを使いました。もちろんザ・ダーのところやダー熱のところでも活躍すると思います。まだルーファスのことを迷っている方、これはね、本当に僕は抑えといた方がいいと思いますよ。うん、まあ取れとは言いませんけれども、面白いんで、ここ最近のキャラクターの中では本当に面白い動き方するし、本当に活躍できるし、頼りになるんじゃないのかなと僕は思います。10キャラだと僕はこのルーファスが今のところやっぱり一番じゃないのかなと思います。はい、ということなので今回はですね、まあ、決戦島にルーファスを連れて行ったら案の定活躍してくれたので、ちょっとご紹介したいなと思って今回の動画作ってみました。まあ、参考になればと思います。はい、ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。皆さんもね、決戦島頑張ってください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、コージロンゲームズでした。